皆さんこんにちは、ネロ八郎の部屋へようこそ。今回はなんと特別企画、はい、渡辺博文社長に出演いただいていることになりました。はい、来ちゃいました。ありがとうございます。いやでもちょっとまだね、夢見てる感じですよね。こうやってあの事務所にお邪魔して、はい、私が社長とお話しさせていただいて、なんかドッキリじゃないかなと思いながら、こう、昨日の夜から正直寝られませんでした。いや、本当にね、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もうちょっと、ねはい、緊張しっぱなしです。もう本物が来ていると思いながら。いやね、ファンの方も多く見ていらっしゃるということで、ちょっとどんどん宣伝していきたいですね。ありがとうございます。はい、お願いします。ではですね、はい、サポーターの方から、質問を、いただいてますので、はい、お答えいただけたらなと思います。はい、まず一つ目なんですが、ひろみ様のレロハ山口の存在はいつ頃知られたんでしょうか。存在です。J1 が長かったとは思うんですけど。はい、はい。ですね、何年だろうな。工藤雅人。ああ、工藤選手。あと、庄司。あ、庄司ね。庄司選手のつながりがあるんですね。はい。まあ、僕、大学 の、 あの後輩だったので、そういったつながりだったりとか、まあ、工藤に関しては一緒にね、プレーしてたので、3年、4年間。なので、そういった意味でこう、強かった時期、すごく僕、注目してました。ありがとうございます。そうなんですね。そうなんですよ。はい。うん。なんか、どういう印象っていうのはありますか？まあ攻撃的だったり、まあ、その印象はやっぱり一番強くて、前からのプレスとか、まあ、すごいハイプレスやなっていうのは印象強かったですね。はい、菊池龍吾選手から何か聞かれてますか、はい、レノハのことについて。特にレノハのサポーターめっちゃいい人ばっかっすよ。ありがとうございますって言ってました。菊池選手ありがとうございます。では続いての質問なんですが、山口県ですとか、甲府の印象というのはどういうふうに感じていられますか？印象ですか？はい、実際住んでみる。はい、はい、僕、山形出身で。ああ、そうですよね、山形。で、この山の感じとか、すごく結構、この町の感じが似ていて、実は、その感じですごく落ち着くなと思ったんですけど、この山のレベルがですね、はい、ちょっと小高いというか、そんなに大きすぎなくて、で空がこう広く見えるんで、運転しててすごく気持ちいいなっていう印象がずっと、まあ今もありますけど、はい、っていう印象ですね。甲府についてはいかがでしょうか？甲府は、甲府はですね、どういうイメージ？はい、児童支援施設をやるというのは何か、なんか愛着が終わりなのかなという。愛着というかですね、まあそうですね、その児童福祉施設をやろうと思った時に、まずは需要がないと、そこに出しても意味ないなと思って、とにかくいろんな市町を探し回っていて、でそこで甲府市が一番この需要があったので、そうなんですね、ここで、作ろうと思って作ったんですね。そうなんですよ。ただ、まあ、甲府市ってすごく、まあ、地元の愛が、ね、強い方もたくさんいらっしゃって、なんかそこが僕も共感するところがあって、なんかいろんなこう人たちと関わってなんか助けられてるなと感じますね。はい、ありがとうございます。次なんですが、社長になられて選手との関わりは変わりましたでしょうか？選手との関わりは、そうですね、関わり方は意識されてることかもしれない、そうですね、なるべく社長だからみたいな感じで距離が空きすぎないようにしようとはしてます。逆に空きすぎないように。そうですね、社長だけど、今まで選手でずっとやってきたメンバーも多いんで、現場に行った時は必ずグタッチしたりとか、声かけたりとか、っていうのは必ずするようにしてますね。近い社長ですか、選手から。そうですね、まあ、あまりこう遠すぎてね、思ってることとか自分のいいアイデアが生まれた時に、ね、言えなかったりしたら嫌じゃないですか。確かにそうですね。はい、そういうのもこう拾っていきたいなと思うので、そんな立場が一番いいかなと思ってます。はい、次なんですが、はい、小山社長にスタジアムでのサポーターの触れ合いですよね。はいはい、継続されるといいますか、はい、どういうふうにお考えですか？あ、僕ですか？はい、ちょっとまだね、一試合もそれ体験してないので、どういう立ち位置で
あの関わっていこうかなっていうのはね、まだ見えてないですけど、あ、はい、まあイベントだったりとか、あ、その広い、あの広場下ぐるのあったりとか、まあ自分が行った時にやっぱサポーターの方たちと触れ合う機会というのが増えると思うので、お、うん、まあ、そこは積極的に参加したいなと思います、はい、でそのホームでやる試合なんて21回しかないんで、その21回でどれだけね、あの皆さんの心をつかめるか、はい、楽しんでやっていきたいと思います。サポーターの皆さん、これ期待できそうな あと観客動員ですが、なんかそのコロナが始まって戻ってきてないところがあって、はい、その岩国ですとか下関ですとか、ちょっと遠い地域についてはどういうふうに集めていこうというお考えですか？あ、そうですね、まあ、どの地域を巻き込む、まあ、巻き込んでいくかっていうのはすごく大事なんですけど、まあ、来てくださいっていうよりも、はい、まあ、今シャレンの活動とかもやってるので、そういったこう社会連携の中で、あの選手だったり、まあ、僕だったりこう自らこうね、足を運んで、よりこうレノファーの家が身近に感じてもらえるような、あの機会っていうのを作ってきた。でその時に初めて、あれ、なんかレノファーそういうことやってるんだとか、うん、なんか山口県のプロチームなんだっていうのを分かってもらって、じゃあ行こうかなっていう、なんかそういうきっかけ作りをしたかったんで、うん、まあ、そういったことをやっていきたいなと思ってますね。じゃあ選手の機会っていうのがやっぱりこれまで以上に増えていく感じ。そうですね、そこはまあ今年はどんどん積極的にやっていきたいと思います、サポーターの皆さんもイベントがあったら積極的に参加していただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて6番目ですが、いろいろあのスタジアムの魅力アップについて、そうですね、はい、チアリーダーの方だったり、あれか、ご当地、シャレン活動が増えていくっていうのがあったりです、はい、あの発表がある以外でその魅力アップについてはどういうふうに今お考えでしょうか？魅力アップ、そうですね、はい、一番はですね、スタジアムにどれだけこう、ね、あのファンサポーターの方が集まるかっていうのが僕やっぱ大事だと思ってて、で何ですかね、やっぱその週末にわざわざ自分の自宅でこうから体と心の準備して、でもしかしたら子供の準備って考えたら2人分3人分の準備をしなきゃいけない、ね、あの親の気持ちも分かるんですけど、でその時にじゃあ今日あのミラスタ行こうやとかレノファ行こうやっていう声が出るように、まあ、僕たちもこのスタジアム作りより楽しめる環境っていうのを作っていきたいなと思ってて、まあ、そこにもう集中したいと思いますね。やっぱりサポーターの意見というのは あった方がもちろん嬉しいです、ね、嬉しいですね、もうそれが生の声なので、それでできるかできないかね、一旦こう置いといて、あ、そういうこと、あ、気持ちなんだとか、そういうことがあればもっと楽しめるんだって思うものをどん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 取り入れていきたいと思うので、はい、ということですので、皆さんもどんどん意見を寄せていただいたらよろしくお願いします、はい、お願いします。続きましてなんですが、あのインタビューの中でその選手がプレーしやすい環境を整備したいということだったんですが、はい、実際その選手の方はよくあの山口のファンの方は温かいと言っていただけるんですが、うんうん、まあ、それだけじゃダメなものなんでしょうか？いや、ダメじゃないと思いますよ、はい、あの率直に、まあ、僕たちもね、もっともっと勝たなければいけないですし、逆になんか今こうインスタライブとか SNS でね、こういうこう YouTube とかっていうところであのライブだったり実際に生の声聞けるじゃないですか。だからさっきのスタジアムグルメについてとかイベントについてとか、あとはサッカーについてとかっていうのが議論する場があればあるほど僕はいいと思うんですよ。でそれがあることであのコメントに対して実際のこっちのじゃあ 生の、ね、状況だったりを説明したりとかっていうので、あのレノファで作り上げていくものだと思うので、まあ、僕が社長で、小山さんが会長で、あのこの2人のが作ってるものでしょって思われがちですけど、全くそうじゃなくて、本当にファンサポーターの方々も、あの企業自治体の皆さんと一緒にこう作るものだと思ってるので、まあ、そういったこう視点でレノファをこう育てていってほしいなと思ってますね、はい。とても力強い言葉をいただきました。サポーターの皆さん、どんどんまたレノファを応援していきましょうね。はい、では続いてなんですが、J1 に上がるために、まだ足りない要素っていうのはどういうふうにお考えですか？そうですね。いっぱいありますよ、そんなやつは。例えば。まあ、環境面、はい、先ほどもちょっと伝えたように、環境面はまだこう、小野だとこう山口、僕たちあの事務所の、ね、山口で、練習場がこう小野なので少しこう離れているところもありますし、
まあ、その地域を盛り上げるっていう意味ではとてもいいと思うんですけど、まあ、このやっぱり元会社としてクラブとして一体となって、よりいい環境、グラウンドの整備だったりカルバハウスの整備だったり、まあ、いろんな面でまだまだ環境というものが J1 のレベルには達していない。これはもう事実としてあるので、そこはこうこれからどん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 整備していく、まあ、その順位とか、まあ、この金額的なところも関係するんですけど、まあ、そこはねどれだけまあ僕らの発信で応援してもらえるかが鍵になると思うので、まあ、そこでこうね結果が出て初めて環境って整えれるので、そうですね、そうなんですよね、確かに、はい、まあ、そっちにフォーカスしたいなと思ってますね。 ありがとうございます、うん、その今後山口が盛り上がっていくためにサポーターがさらにその協力できることをやめてほしいことなどありましたら、はい、協力してほしいこと、やめてほしいこと、はい、いやそんなないですけどね、ただなんだろうな、このもしかしたらサッカーを知らなかったりあまり興味がない方たちいると思うんですよね、でその方たちになるべくこうレノファのあそこのスタジアムに来ることがちょっと敷居が高いのかなってちょっと思ったりもしてるんですよ、でその方たちにもっとこうライトに、いやここのスタジアムグルメもチケットなくても入れるよとか、ね、そもそもね、そうですね、新公園ってこういうところなんよっていうのを、まあ、発信できたらいいなと思っていて、そこでこう何ですかね、一歩踏み出せるというか、じゃないとね、やっぱスタジアムの中まで行くって結構ハードルが、ね、高い方もいらっしゃると思うんで、そうですね、確かに、はい、ちょっと自然に面白そうだからあーって入ってくるいいとこやなみたいなサッカー見てみるかみたいな、ね、こんなノリが一番いいと思うんですよね、はい、って考えてます。ありがとうございますでは選手に差し入れをしたいんですが、特になんか喜ばれるものとかあったりするんでしょうか、はい、いや何が喜ばれる、ご自身の経験とか。ああそうですね、僕はどうだろうな、コーヒーとか、コーヒー紅茶とか、その練習終わった後に、はい、自宅とかで飲むようなああいうこうパックみたいなものは嬉しかったりしました、なんか生ものとかやっぱりやめた方がいいんですか、食べ物生ものとかちょっと気を使いますね、はいはい、もちろん嬉しいんですけど、そうですね、ちょっと気を使います、はい、ありがとうございます。リアルな反応です。では、最後になるんですが、はい、サポーターの方に向けて一言メッセージをいただけたらなというふうに思います。はい、今年そうですね、まあ、J1 昇格するためにトップ6を、トップ6、はい、目指して皆さんとね、共鳴したいと思ってます。はい、まあ、新加入選手もこうやって入って、これからこう山口がまた山口の未来を、ね、こう変えていけるようにガン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 今年は攻めていきたいと思うので、維新ミライフスタジアムにどうぞ集まっていただいて、皆さんで楽しんで観戦しましょうということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、せっかく貴重なご機会をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、感激です。エロハジローの部屋へようこそっていうことですね。お願いします。はい、2人で、あ、2人で、2人で、はい、せーの、皆さんこんにちは、エロハジローの部屋へようこそ。クラブの事務所に初めてお邪魔したもので、中の様子をちょっと動画で撮らさせていただきました。これは J3 優勝の時のトロフィーですね。一人のサポーターにもこんな貴重な機会を与えていただきありがとうございました。レノファ山口には可能性がある。今回の企画におきましては、渡辺社長、小山会長、そして、富島広報室長には大変お世話になりました。誠にありがとうございました。コラボの話を聞いた時にコラボと思って、その登録者の数も
再生回数も全然違うの、そんな、ね、公式さんにほぼメリットはないようにも思いましたが、いや大変ありがたい話をありがとうございました、本当いつも気にかけていただいて僕はとても涙が出そうです、ちょっと収録終わりに泣きそうになったんですけど、なんとか僕はこらえました、そしてレノファ公式さんの動画では、渡辺社長からインタビューを受けました。もうね、とても緊張しすぎて、言いたいことの3分の1も言えなかったんですが、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧いただけたらと思います。故郷の愛するクラブのために、まだまだ力を尽くしていかないといけないなと、つくづく思いました。渡辺社長は連日、挨拶回りでお忙しい中、こんなね、一人 の, よくわからない YouTuber のために、お時間取っていただきまして、本当にありがとうございました。サポーターもですね、観客動員を増やしたりですとか、ああ去年よりもホームゲームの試合の雰囲気がとてもいいねって思ってもらえるようにね、ますます力を出していこうではありませんか。インタビューにもありましたように、渡辺社長からレノファ、みんなで作っていくクラブだというとてもとてもとてもありがたい言葉をいただきました。渡辺社長が時折インスタライブをされてて、アイディアを募集されていると思いますので、皆さんね、どんどん出していただければと思います。で渡辺社長に、サイン色紙を書いていただきましたので、希望される方にプレゼントしたいと思います。応募方法は詳しくは概要欄をご覧ください。さあそしていよいよ土曜日には J2 リーグが開幕します。相手は大宮です。渡辺社長のためにも、私も例年以上に熱くレノファ山口を応援していくつもりです。私の目標は、トップ6、サポーターも意地を見せていきましょう。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。